どうもバルコンです、今回はまだ1巻しか出てない最近の特に面白かった漫画を全部で4冊厳選して紹介していきたいと思います。今コロナでやっぱり自宅待機暇すぎるし、あと漫画も何読んだらいいかわからないという方多いと思うんですけど、そういう方には今回の動画参考になると思うんで、ぜひ最後まで見ていってください。で早速いきましょう。まず1冊目はこちら、あゆはヒーロー。疑問系だからあゆはヒーローかな。ストーリーとしてはレンジャーものプラス仮面ライダーみたいなレジェンジャーっていうこうグループがいて、まあ、その戦隊の一人が主人公ですね。そのレジェンジャーに変身できるのは一族の人だけで、主人公は一族じゃないんで変身はできないんですよ。ただ驚異的なスピードっていうのを持ってて、それでどうにか人助けをしてるっていう感じで、でそんな中である日敵だけどすごいやられそうになってるある少女を助けて、で周りのレジェンジャーからはこう非難を浴びるんですよ。そいつは敵だって言って、でも主人公は敵だけどそういうやられそうになってる人を助けるのが本当のヒーローなんじゃないかっていうことで助けて、でまあ孤立してしまうんですね。でまあ最終的にこの、まあ、助けた女の子と、まあ、チームを組んで、そのレジェンジャーとは別で、まあ、敵と戦ったりしていくんですけど、この敵のこの女の子っていうのはある能力があって、まあ、この女の子の力を使って主人公はすごく強くなるんですよね。でまあ孤独な戦いをしていくっていう。で主人公はビジュアルはかっこ悪いしダサいんですけど、このヒロインの助けた女の子の方はめっちゃ可愛いんですよ。まあクール系の女の子っていう感じですね。でその敵の中には悪党だけど戦ってみると、まあ、普通の人間と変わらないくらい弱い人もいて、そういう人を一方的に倒して、果たしてこれも本当の正義なのかみたいな、その本当の正義っていうのは何かっていうのを考えさせられる漫画でしたね。主人公はそのヒーローとして完璧かっていうとそうじゃなくて未熟な部分もあって、そういう意味では主人公の成長物語とも言えるんじゃないかなと思います。まあ、タイトルの通りその誰がヒーローか分かってない状態で面白かったです。まあ、今後この主人公と女の子の二人のタッグがこの先どうなるか楽しみですね。続いてこちら、薬剤が俺を愛してる。ストーリーとしては悪魔のアイオーンっていうのがいて、その主人公の幼馴染の女の子を完全に乗っ取るんですよ。でそのアイオーンはその人間の愛とかを知りたいっていうことで、その元の女の子と同じように振る舞ったり、その主人公を愛すんですけど、それがめちゃくちゃ可愛いんですよ。この一コマとか僕の結構お気に入りのコマなんですけど、個人的にはその元の女の子のキャラよりもそのアイオーンが乗り移った後のこの女の子の方が僕は好みですよね。でアイオン以外にもその悪魔が結構出てきてて、その悪魔を時にはこう倒したりするわけなんですけど、主人公はこのアイオンにめっちゃこう怒るんですよ。幼馴染を返せとか元に戻せとか、すごいこうアイオンを嫌うんですけど、でそのアイオンが乗り移った理由としては、その主人公は本当は死んでたんですよね。で女の子がその悪魔のアイオンと契約をして、その主人公の命を伸ばしてたんですよ。でその対価として女の子はこう自分の体をアイオンに渡して、お互い合意の上でその契約をしてるんで、でもアイオンは何も悪くないじゃないですか。ちょっとアイオンがかわいそうでしたね。でおそらくだんだん主人公もそのアイオンにこう打ち解けていくんじゃないかと思うんですよ。少なくとも読者のアイオンに対する好感度は確実にこう上がっていきますよね。かわいいし、でこう設定的に悲しいエンドがいろいろ見えてるというか想像できるじゃないですか。主人公の延命の期限が切れてまた死ぬ時とか、あとアイオンはすごい優しいんで、こう契約は結んだけどまた元の幼馴染に戻してくれるんじゃないかとか、なんかそういう主人公とアイオンの別れっていうのがこの先あって、なんか感動系になるんじゃないかなと思うんですよね。まあそんな感じでかなり面白かったし、個人的にはかなりこの作品好きでした。続いてこちら、友達100人切れるかな。まあ、切れるかなとは書いてますけど、別にこう主人公が侍でどんどんこう切っていくっていう話じゃなくて、まあ、この漫画は友達関係とか人間関係に悩んでる方にまあぜひ読んでほしい作品ですね。話としては人間の研究をしてる、まあ、教授みたいな人がいて、その人が1回500円でその人間関係の悩みを相談に乗ってくれるんですよね。でそこにその学生から社会人までの友達関係の悩みとかを持ったいろんな女性が相談に来て、でその教授みたいな人がアドバイスしていくっていう感じですね。まあ、例えば友達は多い方がいいし、
仲良くしてくれてるから我慢してるけど、毎回その嫌なこと言ってくる友達がいて悩んでますっていう相談があって、まあ、それに対して、まあ、時には友達を切るというか、まあ、その離れることも大事だよっていうアドバイスをするんですよ。で、まあ、すぐに切れっていうんじゃなくて、気に障ることを言われた時に、じゃ逆に公開してみて、そこでその人が共感してくれなかったら、ちょっと考えた方がいいんじゃないかとか、まあ、結構読んで学べることがありましたね。話の中ではその友達との関係を良くするっていうよりも心理的に楽になるというか、自分の状況を改善する考え方を学べるんで、まあ、話も最後はちゃんとスッキリできる終わり方になってましたね。じゃあ今回ラスト、ラストはこちら、愛しています京子さん。これはちょっと想像してた以上になんだこれっていう衝撃的な漫画でした。まあこの表紙というか、まあ、裏とか見た感じ普通じゃないっていうのは予想できたんで、まあヒロインがなんかヤンデレ系のまあ最高サスペンスとかかなと思ったら、思ってた以上に普通じゃなかった。まず登場人物のほとんどが、まあ、普通じゃない狂ってるキャラばっかりで、ヤンデレのは逆にこっちの男の主人公の方なんですよ。京子さんが大好きで、京子さんのためなら何でもするし、京子さんがいるから自分も生きてるっていうぐらい。で、肝心のこの京子さんはですね、これまた普通じゃないんですよ。で、主人公ですら知らなかった京子さんの秘密がいろいろ明らかになっていくんですけど、それがちょっと衝撃でしたね。そこはちょっとネタバレになるんで、皆さん読んで確かめてみてください。まあ、少しだけ説明すると、もしかすると全人類に影響を及ぼすかもしれない、その規模のでかい話かもしれないです。Amazon のこの漫画の説明とかはコメディ漫画とか書いてあるんですけど、それはもう全然大嘘ですね。いい意味で詐欺でしたね。とりあえず話が謎すぎて、ジャンルすらもわかりませんけど、先が気になるっていう意味では、これが優勝です。ということで今回は、まだ1巻しか出てない最近の特に面白かった漫画、こちらの4冊の紹介でした。今回の漫画は特に打ち切りになってほしくないんで、ぜひ皆さん買ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。いつもコメントと高評価もありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで、まあ、面白い漫画を厳選して紹介したりだとか、あと買ってきた最新の漫画の紹介だったり、アニメのレビューとかもやろうと思ってるんで、漫画とかアニメが好きっていう方はぜひポチッとチャンネル登録して漫画紹介部に入部してみてください。ということで、さよなら。